4月24日のリリースを予定していたサカナクションのニューアルバム 834.194 の発売日を延期することを、山口一郎がパーソナリティを務める東京 FM、JFN37 局ネット、スクールオブロック、内、サカナロックスの放送中に発表した。番組内で山口はリスナーに向け、一言で言うと、歌詞に妥協できず、このアルバムを完成するにはもう少しだけ時間が必要となり、延期させていただくことになりました。メンバーにもすごく怒られました。アルバムを待ってくれていた皆様にまずお詫びをしたいと思います。とことんやり続けてしまって、僕の体調的な面、精神的な面でも限界を迎えてして待っていて、猶予をいただきました。ただ、時間が増えた分、より完成度の高いものにしていきます。もう間もなく完成するので、これ以上の延期はございません。少し前に、リリース延期はせざるを得ないことに決まっていたのですが、先日、このアルバムのリリースの発表も、サカナロックスで生で発表させていただきましたので、リリース日が延期になった話も、この、サカナロックスで生で発表させていただきました。今回のツアーは、アルバムリリース前のツアーになってしまいますが、新曲をいち早く楽しんでいただける環境を作っていこうと思ってますとリスナーにお詫びした。制作進行上の理由による発売延期となり、新たな発売日は6月19日となった。作品タイトル、形態、価格等の変更はない。ツアー情報、サクアナキション2019全国アリーナツアー。2019年4月6日土曜日幕張メッセ国際展示場9-11ホール。2019年4月7日日曜日幕張メッセ国際展示場9-11ホール。2019年4月14日日曜日広島サンプラザホール。2019年4月20日土曜日ゼビオアリーナ仙台。2019年4月21日日曜日、ゼビオアリーナ仙台。2019年5月3日、金、祝北海道立総合体育センター北海北、エール。2019年5月21日火曜日、大阪城ホール。2019年5月22日水曜日、大阪城ホール。2019年6月9日日曜日マリンメッセ福岡。2019年6月14日金曜日ポートメッセ名古屋名古屋市国際展示場。